皆さんどうも、ピーマンドウエスというわけで、今回の任務はこちら、前衛都市防衛任務ですね。難易度は4。今回はエルヴィンを使ってやっていくんでね。さあ、戦闘開始だ。気合は十分ですよ。やっていきましょうよ。エルヴィンを使うのはこれが初めてになるね、実況。ストーリー中も一回も使ったことないし、この壁外任務でも使ったことはないですね。第3章の第7話をクリアすると、確か使えるようになると思いますのでね。最後のキャラクターはエルヴィンだったんだよね。ちょっと、期待外れエルヴィンには申し訳ないけどね。他に使いたいキャラクターがたくさんいたからさ。おーっと、いきなり最終討伐対象来たね。ガリガリやんけ、お前。ケツに肉感ゼロだね。あんなガリガリのケツ魅力感じない。気持ち悪いだけだわ。わーお、なんだこれ。あー、本部を守りながらやっていくパターンのやつね。最終討伐対象全部で5体もいるぜ。とりあえず1体だけ残して副任務をクリアしながら、巨人を倒すという感じでよろしかじゃないでしょうかね。エルヴィンただレベル1レベルだからね。ちょっと弱いんだよな。任務難易度も高いし。あ、でも普通に倒せるね。弱いわ。オッケー、ナイス。倒した。はえー。もう倒しちゃった。早すぎる。オーマイガー。はい、お前もしね。レッツゴー。おー、1体1体の巨人が弱くて助かるね。はい、お前もしねー。で、まずは、兄の副任務のとこに行こうかなーと思ったんだけど、そこに巨人さんがいるんで倒していこうかなー。レッツゴー。はい、しねー。うなじ行きなさいよ。はい、ゴッツさんでーす。兄のとこ行こう、先。兄仲間にしとこう。うわ、めっちゃ本部に巨人集まってるし、もうダメージちょっと食らってるよ。落とされないようにしないとね。はい、オッケー。早くしろ。前回はね、この討伐数です。A ランクだったんでね、総合評価で S ランク取れなかったんだけど、今回ちょっと頑張らないとね。わお、たくさん、わお、なにこれ、いすぎ、いすぎ、気持ち悪い、いすぎだろ、お前、なんじゃこれ。危ないな、加勢してください。ああ、絶望だ。ノノノノノノ、見えない、見えない、見えない。あ、ノノノノノ。じゃあ、エイド、SOS、なに仲間が食われて、兄じゃねえか、危ない危ない、死ぬ、セーフ。兄気をつけて。あ、やばい、本部狙われてんのか。やばい、本部行かないと。めっちゃ巨人集まってきとるね。よし、終わりだ。とりあえず副任務達成。よかったよかった。かゆかゆめっちゃ落ちてんだけど。よっしゃ、兄仲間になったぞ。いやいや、危なかった、今死にかけてたよ、兄。気をつけて、本当に。早く行こう。やばい、めっちゃ攻められてるよ。ゴー。なんでこんな来てんの。早くない。さとしてまだ3分も経ってないような気がするんだけどね。いた。最終討伐全部倒さないようね。全部倒しちゃうとクエスト達成になっちゃうから。あ、死ね。レッツゴー。もう一匹いるはずだ。下にいるね。一匹だけこの最終討伐対象を残しておけば十分だ。おっと。まずい、歩兵壊れてる？ののやめろー。あぶねえ、歩兵もね、ちょっと考えなさいよ。そんな棒立ちで突っ立てたら食われるでしょ。食わない人いないよ。食わない巨人いない。俺が巨人のもかぶりつくよ。気をつけて、本当に。ゴー。よし、とりあえず、まあある程度倒したんで OK だな。で、副任務の方行こう。わあ、ここも巨人囲まれてんじゃないの。ねえ、中型しか、中型の機構種ね。はい、しねえ。あの、オーマイガー、助けて、ナイス。死ぬ。オッケー。注意した結果捕まえられたんだけどね。よし、これで副任務達成。レッツゴー。おねちょ、回復。ありがとうございます。助かりました。ちょっと待てよ、こっちに巨人おんな。死に時を見誤ろう。やべえ、本部めっちゃ集まってきてる。まあ本部の体力まだまだ余裕あるんでいけるでしょう。よし、ねえ、端っこにいた巨人は全部倒したかな。 OK だね。
はい、ゴー。あー、こっち下にも大量におんな。こっち行こうか。下の巨人蹴散らさないと。いや、今回はトリプルエースいただこうと思ってるんでね。どこだどこだどこだ、早く倒させろ。よし、20体討伐。前回は28体くらいだったかな。まあ任務ごとによってね、何体倒せば S ランク取れるかっていうのは変わってくると思うんだけど。嘘でしょ、助けて。あぶれ、捕まれすぎだろう。とりあえず30体くらい超えたら取れるんじゃねえかなと思うんだけどね。またかい、嘘だろ。どんだけ捕まれるんだよ。あ、死ねえ。ちょっとひどいね。ちょっとどころじゃない。本来な、死んでるよ、こんなやつ。すぐ死ぬね。ストーリー始まる前から死ぬよ。登場する前から死んでるよ。あれ、あいついなくないって、ストーリー進まなくないってなるよね。よし、で、補給兵どこいる？後ろ巨人いる？ OK？ どこだどこだ、こっちか。あー、ちょっとエンダーの方にも行きたいんだが、あー、もう最悪、ひでえ。今回ほんとひどい。何回捕まれんだよ。リアルガチなパターンでひどいよ。何これ、さっきからエンダーは、あー、まずいかもしれない。エンダーの方行った方がいいね、先。ほんで本部にいる巨人も行って倒しとくか。最終討伐対象のね、1匹だけ残しとかないと。2体同時で攻撃されるとすぐ落とされるな、本部も。よっしゃ、ゴー。ダブルキルか。おー、イエス、ナイス。あとはちっちゃいのね。はい、ゴー、死ね。オーケー。で、副任務はこれで終わりか。よし、ここを守ればいいんだな。ぬぬぬぬぬぬ、危ない危ない危ない。どこに行く、死ね。えい。で、後ろにいるこいつ、あいつだけ倒しとこう。で、もう一匹は残しておく感じでね。めっちゃ補給兵出てきてるね。あ、一発死なないのか、硬いな。あとは頼んだ、レッツゴー。お、緊急討伐対象。オーマイガー、来たね。前回そういや緊急討伐対象出てこなかったね。討伐数足りなかったからだな、多分。いやいや、倒していこうよ。本部はまだ半分以上あるんで余裕でしょう。万が一ピンチになってもこの巨人すぐ倒せるからね。ちょ、補給兵かも。ガスないから。ガスプリーズ。上がって。イエス。ガスプリーズ。あー、落ちるとこだった。危ねえ。樽に感謝だね。はは、いい感じで出てきてくれたよ。さて、下ダッシュで行こうか。強いのかな？いや、強いでしょ。難易度4ですからね。まず足から。いただきます。で、うなじから、グッバイデイツ。ありがとう。死ぬために生まれてきた巨人、ありがとう。君に感謝。僕に感謝だね。よし。おったぞ。おー、どうだ、こいつ強いのか。あー、防衛部になってるのか。全部やらないとダメだね。うわ、これ結構強いぞ。いやいや、これは難しい戦いになるよ。とりあえず足を切りなさいよ。OK。みんな切りなさいよ。ナイス、いいぞ。よし、いいぞ。レッツゴー。あと一発。イエス、次腕。よし。あー、ちょっと待って、ガス補給だ。あとは腕のみ。あとは腕のみ。いや、ブレードも補給だ。みんな攻撃するのです。切り落とすのです。助けて、オーマイガー。よし、防衛部位が解けたね。これであとはもうここ狙うだけ。よし、終われ。イエース。またちょっと捕まっちゃったけどね。もうこればかりはしゃあない。今回はもう捕まる運命なんだ。いいじゃない、捕まっても巨人と触れ合えるんだから。気持ちいいよ、そっちの方が気持ちいい。気持ち悪いね、お前は。気持ち悪いわ。オッケー。
中型種が邪魔だったな。よし、なんで中型種どこにいる？荒ぶってるね。よし、で、あとは下にいる巨人を倒すだけ。3体固まっとんな。よし、1匹。2匹。3匹。これでゲームセット、レッツゴー。ある程度減ってきたね。本部も全然減らないわ。余裕だね。うん、余裕でいけるわ。もっと難しい任務になるのかなと思った。ただみんなこれ最初に何体か倒しておかないとダメだよ。1匹だけ残しておくのがいいと思う。じゃないとね、5体で攻められたらもう落ちてると思うよ。1匹だけのけしてっていう感じでね、この戦法がいいと思うよ。はい、しねえ。40体もう確実 S ランク取れるでしょう。まあ、全部滅ぼしていこうよ。屈しないですよ。モブでは無理だな。倒せて2体半だな。2体半で死亡だね、モブが。どこに行く、どこに行く、どこに行く。あー、もう倒してみんな。な、倒れてんの。情けないやつだ。よし、これでもう最終討伐対象のみだね。あとはすぐ決着つけようよ。普通にエルヴィン強いね。まあ、今回出てきた巨人が弱いのかな。だ、補給兵めっちゃ出てきてんだけど。補給兵だらけだよ、これ。なんでこの任務補給兵しかいないの。資材資材資材。よし、ナタうなじ、ゲームセット、レッツゴー。ポー、簡単にいただきました。もう巨人がかわいそうなことになってる。ガタガタしとったよ。ガタ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 。青鬼でいたな、そんなね。青鬼っていうゲームね、フリーゲーム。ガタ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 、ヒロシか。えい、ありがとうございます。これも簡単でしたね。イージーイージー。これはね、前回 S ランク取れてないからな。これが人類の力だ。ドヤ顔タイム。エルヴィンの力なんだけどね。はい、 S S S いただきました。前回の屈辱を晴らしたことにはならないけどね。前回の屈辱を晴らすのならば前回のミッションをプレイしないとダメなんだけどね。いやいや、よかったよ。 S ランクいただきました。これ初めてですね、このエリアでトリプル S をいただくのは。レベル2カリスマゲッチュだ。なんだ、あー、はいはいはい、そういうことね。これいろんな人についてますよね。 OK、 じゃあ今回の実況はこれにて終わりね。エルヴィンを使ってみましたが普通に強くてびっくりしたね。これで地表差率が 16% になりました。次回の実況でね、もう一つ任務をクリアすると 20% の兵士名簿解禁になりますね。モブリットですか。次回の実況もお楽しみに。グッバイ、またおでへー。